今日のおすすめランチは土鍋ご飯の彩り定食。那覇市首里にある定食屋味楽伝、夫婦二人三脚で日替わりのメニューを考えています。店主の島田さん、土鍋で炊くご飯に特別のこだわりが。時間、圧力、水分、この全部のバランスが全てうまくいった時に音がするので、その時にはうまく炊けたなと思うんですけど、僕らは勝手にお米の鳴き声と呼んでます。土鍋ご飯の美味しさを存分に味わえるこだわりの定食がこちら、味楽伝土鍋ご飯の彩り定食。土鍋ご飯に合うおかずは日替わりで9品。醤油味もあれば、酸味が効いたのもあれば、季節のもの、ご飯に合うもの。ご飯は何杯でもおかわり自由。土鍋ご飯の彩り定食、いかがですか？